釣ってみせましょう。何が釣れるかわからんからな。そうですね。何釣りたいですか。だから何でもいい。何でもいい。本当最近も全然釣れてないから、ここは一発大物を狙いたいですね。はい。はい。水深160m。すごいね。160。ちょっと今日はね、はい、二人で、まあ、調査と。調査。ということです。はい、はい、今日は釣れないで有名な、はい、宮崎県、はい、日南市油津港、はいはいね、はい、またマリンサービス様、はい、まあ、頑張っていきましょう。行きましょう。今日はね、本当調査というか、ちょっと今までやったことがないね、ことをやってみましょうね。まあね、本当カンパチとかでかい根魚とかね、ただ予想に反して風が意外と吹いてないか、これ。吹いてますね。はい、こんな風吹いてお前黒潮乗って 160m って大丈夫か。もう不安しかないぞ俺。不安ですね。 300g からぶっ込むぜ。予想に反して真下。もう同調してんじゃないですかね。すげえいい。超釣りしやすい。0.8 ノット。すげえ釣りしやすい。何メートルで釣いた？179。全然釣りできるよ。全然そこ釣いたら分かったの、普通に。分かった。まあ、今日のこの状況なら釣りはできるよ、ここ。釣れるんか知らんけど。まあ、まだワクワクしとる。ちょっとマジで嘘やん、本気でやばやっぱ引いてないね、タイじゃないっぽい、レンコダイやすげえ、こんなとこでレンコ釣れんだね。いるんですね、やっぱね、タイはね。おお、すごい、むしろすごい。レンちゃんでした。でもまあちょっとレンコで降りてことあんた、タイ降りてた、はい、だいたい同じレンジを日産流しして、はい、またじゃあ水深 10m 浅くしてとかっていう探り方したいじゃん、はい、最後200。残った力振り絞ってっつって。来た、当たった、マジで、嘘やん、すげえ、タイラマすげえやん、やったぜ、タイラマすげえな、大きい、え、嘘、出ますね、ドラグ、嘘、いやいや、レンコじゃないよ、うっかり片方で、いいじゃん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 、まあ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 、まあ、めっちゃいいじゃん、まあまあ、あのほら、口に入ってない、あ、口に入ってない、残念です。はい、釣れました。引っかかったって感じ。同じ重さだったらヒラマサとカンパチどっち面白いですか。水深が違うけど、なんともいえん。あー、なるほど。スイング出てもでしょ。最後までやる気が半端ねえのは平松さん。上がってくるまで最初だけ。ほんとそこ 20m の格闘を制すれば、はいはいはい、平松さんとかまたグラベリでやりやがるからさ。まあ、でも平松さんのジギングででかいの釣ったことないから。平松さんどうしてもトップで釣っちゃうからすぐ。はいはいはい、はい、来ました、ついに189m。 ね、188、189、修行ですね。はい、ここでやってみたいと思います。さっきが170で190ぐらい止まりよったさ、今回190やろ、はい、220ぐらいかな、だいたい推定な、そこ取れんかったらそんぐらいで止めようなガイナさあ150、それやって今200を到達、これ210ぐらいでついたの、
ジ？すげえ谷口。でかいの。マジでかい。でかい。でかい。やばい。いるんだ。ねえ、なんで谷口俺が言うことを信じる？いるんだじゃねえし。ちょっといいじゃん谷口。やったね。ワクワクすんだ。さあ、何が何が、いや、いっちゃう GoPro で顔打った。めっちゃ痛い。おお、トイヨン、いいサイズ。トイヨン、やったやったやん、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 タイヤン、タイヤン、あんたタイヤン、やったやん、イエーイ。やっぱな、涙は250は、宮崎スペシャルだな。やべえな、来たな。来た来た来た、なんで連れたんそれ。来たやん、ちょっとなんで連れたの。やべえ、来たやん。谷口に新しい世界が開けたな。新しい扉が、水深 180m の世界。ちょっと嬉しくない。嬉しい、しかも 180m。 いやいや、谷口やったね。やりました。嬉しいね、なんかね。嬉しかったな。来てんな。大丈夫か。頑張ろう。出よう出よう、あそこ。ほら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 。わ、違う、イルカだ。イルカだ。イルカ。こんな近く通る。イルカ。なんかブワーって来たと思ったら、すげえ大群だな。やば。わ、子供がおる、子供。いっぱい来ようよ。ちょっとめちゃくちゃ来よう。なんか糸が出だしたな。あ、行きますね。230。これ240とか行っとうかい。もう別に巻いた時の重さはそんなないもんね。てか、このリール強すぎよ。やばくない？全然ストレスなくない？ただ時間がかかるっていうだけで、回収も別に 重たいわけじゃない。てか普通にそこ取り出したら270ぐらいだ。いやー、マジワクワクすんな。俺もうだいぶ回収したなと思って見たら180だった。さすが300出たけど一回回収しようと思って。流したら今度150ぐらい戻ってみようか。じゃない、もう一気に150で。もう大体だって折ることは分かったじゃん。なんかその啓蒙丸でその180でスパンカー立ってバーチカルでやるって言って、そしたらそのかかった鯛に石なぎとかが食ってくるって言った。絶対折るよこの辺も。サメにはようやられるけどな。これ前ずっとこんな釣りばっかしとってよ。いきなり今度は大阪湾とか明石とか行って、お前水深 30m の垂れ橋たらどんな気分なんやろ。あっせーらーっつって、なんだこれっつって。さあ、もうじき着底してほしい。199、220ぐらいで止まってほしい。あ、釣ってる。釣ってない。もう勝手なこと言わないでよ。ドキドキするやん。この時間返してよくなるやん。来たよ来たよ。でもやっぱ着丼だね。やばい、こんなにファイトしたと思ってもまだ125だ。タイじゃん。タイタイ。やったもん。やったやった、いいサイズ。イエーイ。
痛い。吐いたい。よかったっすね。イエイイエイ、やったぜ。イエーイ。やりー。ナイスティー。ナイスティー。すげえな。はい。ちなみに今、まあ上がってきた水深は176でしたね。はい。すげえな。160だっけ？180ぐらいかな。じゃあ斜め入っていきます。めっちゃ前に出とるこれ、やば。いや、ファーストが200までに終わればさ、あと残り 100m 余裕があるよ。200超えるとさ、もう250とかになるともう残りがないやん、はい、怖くない、ね、ワクワクしてっからさ。OK 予定通り190。開けてみましょうよ。心の隙間か、はい、何のか知らんけど。すげえ、200出たけどな、まだそこつかんな。やっぱな、250ぐらい出るかな。ついた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 、多分ついた、多分ついたろ、これついたろ。なんかちょっとやっぱ楽しいね、新しいことにチャレンジするって。すげえ楽しい。潮が変わりましたね。220止まりました。なんかかかっとうと、いや重い。なんか俺がお前に絡んでる気がすげえするんだよ、ね、ですよね。多分前が上じゃない。でかっただ。何それ。かしら。すっかりかたこの幼魚かな。すごい。よかったもん。え、すごい。こいつだって250g なくない？うん。頑張ろうぜ、もうちょっとよ。ね、このままじゃ終われないぜ。まあタイは釣れたけどな。カンパチが欲しいよな。青物じゃないよ、カンパチが欲しい。来た、サイズは嘘、マジ聞いて言うたりにはセクサイプ上がってないか。でかいか。ナイスね。でバカにしてんの。変わりませんか。いやマジでバカにしてんの。本気で。
本気でバカにしてる。マジで疲れた。終わった？でかっ。でかっ。すっげえ。だねえ。つけちゃったね。一言。え？貝が良かったな。そうやったね。よしよしさ。でも魚はいるね。この水深ね。バクッ。バクッ。いやでもなんかちょっと D ここは可能性大大ありだね。手塩で変わるんでしょうね。変わるっていうか誰も叩いてないんじゃない。だってあんな大きなボッコが釣れるっちゃう。やってるあんなボッコ釣れないもん。あ、そうそう、持ちがいいっすよね。持ちがいいかどうか知らんけど開きがやっぱ来る。違うんかな。よっしゃった。やったね。変な動きしよう。もうなんかめっちゃ怖いんだけど、なんか何変な動きめっちゃしよう。やめてほしい。なんな全然落ち着かん。もうなんかもういかにもお祭りしてます雰囲気。バンバンバン、はいはい、下もう一回ぐらい巻いてない。もう一回ぐらい巻いてない。そうそうそう。ほらほら取れた。あ、よかった。やっぱりそうだ、サメだ。惜しかったんだ。めっちゃパタパタしてましたよ。意外だったんだ。意外と衝撃映像だぜ、これ。忘れになったんですか。衝撃映像。衝撃映像。やば。サメにやられましたね。すげえなサメ。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。帰ってきたね。来ましたね。楽しかったね今日ね。楽しかったね。うん。いや、なんだろうね、最近その、ね、今年になって谷口くんがタイが釣れない、タイが釣れないという、まあ、たまたまね、俺がお誘い受けて行った宮崎の方のね、船がディープでやってるっていう。で、まあ、それ以外にも全国でまあ、いろんなね、ディープやってみて平場の常識を覆す、ね、150メートルより深いようなところ釣れたな。ですね。意外と釣れましたね。意外とじゃなくて、お前今まで何匹釣ったの？今年に入って。今年、まあでも本当少ないですね。例年に比べたら。いやいや、だからちょっと可能性はね、あるんじゃないかな。まあちょっと私、この後もちょっと連戦で、この宮崎のね、ちょっとディープ、明日も明後日もやる予定なんで、はい。はい。ちょっとね。新たな可能性としてこれ日南沖ね、うんうん、宮崎沖ではない。この日南沖のディープタイラーは、はい、てかスーパーディープですね。180度ビビるよ、はあ、普通に200以上出ますもんね。200、ファーストボールで220とか30度な。ちょっとどうだった谷口君。そうですね、まあでもその深場も可能性があるっていうことに気づいたんで、これが今後ちょっと深場もさあらよし、ありがとう、お疲れ様。